飘过 TV， 禁止日语教室。嗨，大家好，我是哈日杏子，欢迎收看杏子日语教室。杏子日语教室第一集，旅日必备十句会话，大家看了吗？收到很多朋友的留言，说杏子的讲话速度太快了。所以呢，杏子决定重新拍摄一集全新的内容。嗨，こんにちは、ひろとです。今日は旅行で使えるフレーズを勉強しましょう。頑張りましょう。好，现在就让我们开始来上课吧。午安，你好。こんにちは。こんにちは。不好意思，对不起。すみませんは何かを尋ねるとき、例えば店員さんを呼ぶとき。すみません。こんな感じですね。すみません。すみません。多少钱？買い物をするときとか、値段が知りたいとき。すみません。これはおいくらですか？こんな使い方をする。おいくらですか？おいくらですか？有靠走道的位置吗？次はですね、飛行機とか新幹線に乗るときに、席を予約するときに覚えておくと便利な言葉です。窓側、真ん中、通路側。席を予約するときに、通路側の席はありますか？通路側の席はありますか？これを覚えておくと、予約のときに席を指定しやすいです。可以刷卡吗？買い物などをするとき、現金ではなくカードで支払うときありますよね。そういったときは、カードは使えますか？カードは使えますか？でもこれが難しい場合は、カード OK？ カード OK？ って言ってもらえると通じます。洗手間在哪里？トイレの場所を聞きたいとき、トイレはどこですか？トイレはどこですか？可以寄放行李吗？荷物を預かってもらえませんか？荷物を預かってもらえませんか？有中文菜单吗？レストランに行った時、メニューわかりますか？北京語のメニューが欲しいですよね。北京語のメニューはありますか？北京語のメニューはありますか？你也可以这样说。中国語のメニューはありますか？附近有超市吗？ホテルなどに泊まったとき、何かちょっと買い物をしたいとき、近くにどこかスーパーないかなって思うときに聞くフレーズです。この近くにスーパーはありますか？この近くにスーパーはありますか？可以拍照吗？写真を撮ってもよろしいですか？写真を撮ってもよろしいですか？午安，你好。こんにちは。こんにちは。不好意思，对不起。すみません。すみません。多少钱？おいくらですか？おいくらですか？有靠走道的位置吗？通路側の席はありますか？通路側の席はありますか？可以刷卡吗？カード OK？ カード OK？ 洗手間在哪里？トイレはどこですか？トイレはどこですか？可以寄放行李吗？荷物を預かってもらえませんか？荷物を預かってもらえませんか？有中文菜单吗？北京語のメニューはありますか？北京語のメニューはありますか？你
你也可以这样说。中国語のメニューはありますか？中国語のメニューはありますか？附近有超市吗？この近くにスーパーはありますか？この近くにスーパーはありますか？可以拍照吗？写真を撮ってもよろしいですか？写真を撮ってもよろしいですか？好，以上就是杏子为大家分享的旅日必备十句会话新版本，希望大家可以在出发前把它背起来。等你到日本旅行的时候，一定可以派上用场哦！大家在家里要好好练习哦！祝大家旅途愉快，让我们下次再见啦，拜拜！拜拜！到杏子的脸书按赞加追踪，即可获得杏子最新动态情报哦！欢迎订阅杏子频道，记得要开启铃铛通知，新影片不漏看哦！QQチャンネル登録してね。